はい、こんにちは、ティーバースターです。今回はですね、自分が苦手とするブリッツというキャラクターですね、使っていきたいと思います。このキャラクターは左手に、フラッシュを使える盾と、右手にピストルですね、拳銃を持っているものです。これがなんで苦手かっていうと、足がちょっと遅くのと、歩くたびにガチャ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 うるさい音が鳴るんですよね。で、敵に位置がバレて結構殺されるんで、なかなかうまくキルが取れないっていう苦手意識を持っていたんですが、今回はなかなかいい感じにキルが取れたので動画化してみました。それとですね、この動画はプレイステーション4のシェアプレイを使ってソロの時に撮った動画だったので、音声が入ってないので後付けにしてます。ちょっと雑音入っちゃうかもしれませんけどね。ってことで、ルールは爆弾なんで、後期フェーズなんでドローンで捜索爆弾を探します。で、最近はこのドローンで結構スキャンしてポイントどんどん稼いでいこうなんてことを思ってたんですけど、やっぱり残しといた方がいいかなって、2個あった方が便利っていう。あ、これ2個までしか持てないんですけどね、なかなか最初は壊されないようにした方が生存率がやっぱ上がるなって思い始めて、最近はあんまこのドローンもとつらずにちょこっとスキャンして爆弾とか目標を見つけて安全圏に隠したりなんて姑息なことしてます。で、ブリッツなんですが、自分は結構ガサツなんで、いちいちクリアリングしてくるのがめんどくさいんで、もうズカ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 目標の方に走ってきます。まあ、ある程度クリアリングをしてね、まあ、シージュにはあんま向いてない性格ですけどねずかずかもこんだけガチャガチャ、ね、音がするんですよね、このブリッツ。ゆっくらくなくガチャガチャって、あ、敵の音するね、ここ足音するね。右か正面、ラッキーヘッドショットは、まあ、うまくいくとはこう決勝できる。あ、この武器は装弾16発あるんで、ダメージは40弱だったかな。なんで何発か当てれば簡単に死にますけどね、結構苦手だったんですけど。で、これは敵を頭出すとこ狙っていくが外していく。で、位置バレたんで違う階段から登っていきます。まあ、クリアリングもそこそこしながらねクリアリングするって言っても足音がガチャガチャなるから。おっと、クソエイムだ、外していく感覚はね、一発でスムーズに壊した方が、無防備な時間帯はなるべく作らない方がっていう。エリアが一人いるな。もう目標物質に近いんで、ここは少し慎重になってます。若干クリアリングもどきをしつつ、感覚に見られてるな。撃たれてる、そっちじゃない、後ろから撃たれてるけど、多分位置分かってないからとりあえず下がるという。あ、ブリッツは表部分は大半は防衛できるんで、壁、後ろを壁にして表をクリアリングするみたいな感じですね。背中は壁の方がいいかななんて思って、いつも背中、後ろ背中にしながらクリアリングしてます。で、上でさっき音がしたので、一回味方と一緒にクリアリングします。グラツかな、がなんかがクリアリングしてて苦戦してたので、上行って敵いないか捜索してます。左もいたな。走ると音がバレるけど、このサイドアームは近距離なら腰ダメでもかなり強いですね。今みたいに左手でフロントを防衛しつつ連打することで結構集団率は高いですね。近距離なら、遠距離はもうクソです。まあ、敵が後ろを見つけてラッキー。これは敵、味方のテルミットかな、死体かな。ナイス、フューズナイス。で、フューズが小穴をね、見てくれてるんで、自分は廊下で敵を待ちます。絶対走ってくるんでね力くるかな、来た。フロスト瀕死、キャッスルか、うーんって、これで謎のキルという。フロストはキルしたの分かったけど、あれパルスかな、まあ、なんでキルができたか分かんない、自分で分かんないけど2枚抜きをしていくというラッキーキル。
今日はブリッツだけの動画なんで、ラウンド2勝利したんで、次はラウンド3ですね、の攻撃フェーズです。なんで攻撃フェーズなんで、ドローンで捜索します。で、味方が行ってないフロア、フロアを一応回るように心がけてます。被っても仕方ないんでね、誰かが見つければいいんで。音するな、仕事が。あ、壊されちゃった。突入10秒前。ナーイス。味方が発見してくれたね。ま、3回か、今度は。ディフューザーを確保した。爆弾を見つけたら移動して爆弾を解除しろ。で、このマップ結構リス狩りされることが多いんで、窓から。少し上を見つつ、走って、小走りで走ってます。リス狩りを警戒しつつ、結構な確率で上手い人など普通にパスパス抜いてくるんで、上手くなっても抜いてくることが多いんで、少し警戒しつつ、まあ3階なんで1階にはいないだろうってことで、マガジンを変えるぞ、ガツガツ入ってきます。爆弾が1階の時はもうちょい慎重に入るんですけどね、まあ、大雑把にクリアリングしつつ、足音聞きつついないだろうっていう感じでガツガツ進んでてますね。で、ここはカメラ破壊ミスト。まあ、破壊してもしなくてもいいんだけど、感覚あったけど、スルーしましたね。気づかなかったのかな。おお、味方抜かれてく、ヘッドショット。で、2階で今死んだんで、少しここから警戒しててますね。お、足音が聞こえる。結構シージはリアルで、階段の足音と、床の足音が違ったりとかするんで、そういうのも結構上手い人聞き分けたりしてるのかな。自分は全然わかんないんですけどね。上も空いてますね。このフロアか、もう一個下に近くに敵はいるかなーなんて感じてます。来たなって言うと毒が来ましたね。毒が自分で蘇生するけど間に合わない、キルまあこれはラッキーだね。なぜかバック走してて走ってたからで、まあドローンで行きたいとこ捜索するけど、エリア外敵いるけど、無視するのかな、これはどうなんだろう。いや、いたな、見つけたな、今エリア外敵見つけたんで、多分キル取りに行くかな。少しクリアリングするってね、まだもしかしたら2階にできるかもしれないからね。右見て、左見て、右見るというね。その先に敵がいたから、この付近にいるのかな、おそらく。クリアリングして、いたー、これはラッキーまあこのぐらいの距離ならさっきも言ったけども、腰ダメで十分ですね。運よくヘッショ入りますしね。で、2階もう1匹いるかいないかで少しクリアリングしてってますね。もう運が悪いと本当に鉢合わせするんで、こうやって、これはラッキーヘッドショット、こうやって結構な確率で敵の撃つだけでヘッショできるんでね。16発も待って3段激しいんで、おっと敵がいる。これもラッキーキル、ヘッドショット入るという腰ダメで2連発はラッキーだな。3対1でもうこれ形勢逆転ですね。完全優位。ショックドローンで捜索してもらって、あ、もうディフューザーもいるのか、中に仕掛けてるね、味方が。味方がすごい優秀だね。で、自分は盾なんで、まあ、先行してクリアリングかな。後ろになかったからもう右から来るかな、これは。で、踏んだけど、フロストショットガン。まあ強い。フロストのショットガンは多分体感的に一番強いんじゃないかな。ナイスです。まあ、次のアップデート、今月予定されているアップデート、PC 版は特になんだけど、もう弱体が決まってて、威力減衰が5メートルから 3.5 メーター。3.5 メーターから威力減衰が始まるっていう弱体が来るそうです。使うなら今うちかな。まあ、って言ってもフロストは全然強いんですけどね。ってことで、ブリッツで何キルしたのかな ?8 キルぐらいしたかな ?3 ラウンドでブリッツ8キル。2ラウンドかしたっていう動画でした。まあ、これで少しは、サイドアームが上手くなっていけばな、感覚がつけられればな、と思っています。ではでは最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。バイバイ。